皆様おはようございます。お元気でしょうか。いやもう我慢できねえぜということで、最近カレー食ってねえぞねえ、はい、それでは今日も始めましょうか。本日は夏野菜カレーかっこ時短版みたいなね、速攻カレーの作り方、これいってみましょう。それではスタートです。はい、それではね、早速時短ということでね、本日は玉ねぎ、トマーティ、ナス、インゲンですね。はい、これだとね、豚肉使って時短でいってみましょう。何分ぐらいできるかわかんないんだけど、とりあえずこういってみんか。15分スタートね、15分ぐらいできんじゃねえみたいな感じで、はい、それではね、早速始めてまいりましょうか。まずネギ玉ね、皮むきましょう。ガツンガツンパラライカと、はい、ガンガンガガンガガガンガンですね。はい、こんな感じで、これ後ろの方からね、むくと案外綺麗にね、皮むけるよ。頭の方からだと身がバツンバツいっちゃうんでね、ケツの方からね、いった方がよろしいと思われます。はい、そしたらここ直近なと、うわ、まな板汚れちゃったよ一気にね。はい、こんな感じで、はい、まず第1段階、これ時間かかるよね。はい、それではガッツンガッツンパラライカといってしまいましょう。はい、じゃあ玉ねぎからね、ネギ玉から切っていきましょう。まあこれ適当な大きさでね、まあ生で食えるからね、ネギ玉ね、適当な大きさでいっちゃいましょう。はい、そうしたらバットに戻して、はい、トマーティーだね。はい、トマーティーもね、はい、このケツの方にこうガツンガツンクリーンことね、はい、ヘタを取って、まあこれも生で食えんからね、まあ適当適当な大きさでいっちゃいましょうみたいな、まあ要するにカレーが食いてだけだぜみたいなね、感じではないでしょうか。はい、ナスはね、ナスもね、このヘタのとこをね、ぐるぐる、あー、これ面白いね、みんなさ、野菜の方を回すみたいな感じね。はい、ここ切ってどうしようか、輪切りでいっかね。まあナスも生で食えるからって、お前何でも生で食えちゃうじゃないかみたいなね、感じではないでしょうか。はい、ガツンガツン輪切りでいいかみたいな。はい、戻しての、はい、じゃあこれもね、ガッツリなと、おお、まな板がいろんな色に染まってきたよ。はい、ガンガンガガンガガガンガンだね。はい、輪切りだ輪切りだ、嬉しいね。やべ、もう2分経ってんぜ、早えな、時の経つのっつうのは。そしたらインゲンね、これあらかじめね、筋がもう取ってあります。バッツリーなと。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、具材できたよ。それではね、フライピンコーナーの方に行って展開パーツ炒めちゃうよこれ。はい、フライピンコーナーの方にね、やってまいりました。はい、それでは展開パーツですね。いや、カレーはうまいよね。ずっと食ってないもんな。はい、そしたらね、油をなじなじなじりーなですね。はい、そしてお肉をパラライポンと入れましょう。いやー、でもあと11分しかねえよ、できんのかなーみたいな。この三脚のセッティングとかの時間がね、ちょっとあったからね、ロスタイム2、3分認めてほしいなーみたいな感じではないでしょうか。ガツンガツンパラライカとね、これどうせ煮込んじゃうんでね、肉もこれ、まあ、生で食わないけどね、まあ、ほどほど炒めて OKOK ベリー OK じゃねえのみたいな、ね、感じじゃないでしょうか。はい、そうしたらお野菜たちですね。はい、夏の野菜たち入れるよ。ガツンガツン、多かったかなこれ。ガツンガツン、ただライカ、やべえな。はい、全部入れてみましょう。はい、ガンガンガガンガガガンガンだね。はい、全部のお野菜が入りました。いや、これ触れないよ、入れすぎちゃって。フライパン切っちゃったねこれね。いや、でもこれだけでもなんかうまそうじゃない、夏野菜炒めっちゅうのこれね。はい、ガンガンガガンガガガンガンとね。はい、お、ナスもいい色になったねこれね。こんな感じ、ズッキーニかよお前みたいな、ね、感じではないでしょうか。はい、こんな感じで出汁ぶち込んじゃっていいかな、もうちょっと振るか。あ、ガンガンガガンガガガンガンと、あ、ガンと、それでは入れますか、シーダーね。はい、それでは黄金シーダーですね。はい、入れていきましょう。はい、がっつりなと、はい、入ったよ。はい、がっつりなと、入ったよ、もう OK でしょうか。はい、がっつりなと、はい、もうこんぐらい入れればいいんじゃねみたいなね、感じではないでしょうか。
はい、そしたらね、強火でね、こう野菜たちに、野菜たちが煮えるような感じ、ね、うん、火が通るような感じ、まあ、これ全部生で食えちゃうからね、いいんだけど、うん、まあ、とりあえずね、こんな感じでお願いいたしましょう。はい、お野菜の方にですね、完全に火が通りました。まあ、豚肉の方にもね、完全に火が通りました。はい、そうしたらね、ちょっと危ないんでね、はい、いつもの業務用ジャワキリですね、はい、これを入れてまいりましょう。あ、がっつりなと、こんなのでいいかな、うん、はい、そしたら火をつけての、はい、かき混ぜていくよ。混ぜ混ぜ混ぜんと混ぜリーナですね。いやー、これ無理だな、うん、だってもうあとこんだけ、うーん、5分45秒ね、しかないから、案外時短でもなかったかみたいなね。まあいいか、カレー食えれば、うん、じゃあちょっとね、カレーのルー溶かしちゃいますね。はい、カレールーの方がね、溶けました。はい、それではね、味付け入ります。はい、ウスターソース隠し味ね、一回し。はい、お茶っぴーケチャッピー二回し。まあこれ適当でいいよ。はい、バジルコあったらバッツンバッツンと入れて、ブラックペッピーですね。はい、ブラックペッピー入りました。はい、そしてね、一味唐辛子一味、おーおーおー、これで一気に辛くなっちゃったよこれきっと。あ、ガツンガツンパラライカと、あとはね、これちょこっと煮込んで、これうまそうだよね、うまそう。お、あれあれ、赤さん入れとくかね、赤かーんですね。はい、これでバンバンババンバンチュー。これあんまり入れすぎんとね、ちょっとくしゃみ出ちゃうからね、うん、気をつけてください。二振りぐらいでいいよ。あ、もう本当のカレーだなこれな、夏カレーできちゃったなこれな、早いな、うん、オッケーベイビーじゃねこれも。じゃあ少しね、煮込みますか。うん、まだほらロスタイム入れても、まだ2分2秒あるからね、うん、じゃあね、あとは煮込んでいきましょう。できたね、15分でね、まあ、15分あればできるか、うん、しょっとい。はい、残すところこんな感じですね。もうできるよ、もうできてるよ、うまそうだよ。はい、ゼロ。爽やかな音だねこれ。はい、ということでね、これで完成とさせましょう。はい、火を止めて、いつまでなってんだこれ、うるさいぞ。はいね、締めの上にたっぷりとね、このテフロンのさ、フライパンでやるといいね、なんかね、うん、案外強火でもさ、なんていうの、下くっつかないっていうの、普通のお鍋だと案外さ、ほらカレーって強火でガツンガツパラライナってやっちゃうとさ、下くっついてほら焦げたりするじゃん。このテフロンフライパン1個で結構できるねみたいなね、うん、はい、こんな感じでたっぷりプリンコプリリンリンですね。でこんぐらいでいっか、うん、3人前ぐらい作れたねこれね、うん、よっしゃ、もうちょっとナス入れとくか、ナスうまいよね、うん、はい、こんな感じでね、ベリーオッケーじゃねーのみたいな感じで、はい、じゃあ最後にね、こんな感じ、飯のようにこうバジルかなんか振るとこう一層夏カレーじゃねーみたいなね、感じになります。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方にですね、夏野菜カレーですね、かっこ時短ね、運んでまいりました。電話が鳴ってるけど休みなんで出る気はありません。はい、それではね、早速食してみましょう。いただきます。うん、おこ、うん、うん、あつ、ナスはあつ、これナス食うと気をつけてください、すげえ熱いっす、うん、ナス熱いっす、ナスアチース、なんかいい響きがある、ナスアチース、うん、いただきます。うん、うまいね、うん、いや久々のカレーだわ、美味しい、いただきます。うん、うん、うん、はい、うん、うん、インゲンもうまい、うん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 、で、程よいトマトの酸味だね、で、粉っちパラライカとかけてのね、うん、タイムは15分でセットしたんだけど、あれだね、ちょっとカメラセットしたりとかさ、なんかそういうのだけど、多分10分ぐらいでこれできちゃったんじゃないかなみたいなね、うん、感じではないでしょうか。うん、つけます。うん、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 
ナスってまあうまいよね。うん、はい、お肉入ります。うん、いや、これ栄養価も高いよね、結構ね。もうこのナスのポリフェノールとかね、トマトのピコリンでいいんだっけ、ピコリン、リコピン、ピコリン、どっちだけ忘れちゃったな。うん、インゲンのビタミン C ね、そしてカレーに入ってる数々のスパイスだよね。夏のりきんのこういいよね、やっぱね。うん、ちょこっとね、庭から燃えてきて、まあ、庭にある人はね、最近家庭菜園みたいなのがほらみんなばっかり向かってんの、ちょっと庭からちょっとトマトとナスとインゲン燃えてくれるよみたいなね、感じないでしょうか。そしてキュウリのね、白身かなんかでこれもう一石五六鳥いっちゃうんじゃないのみたいな。いただきます。うん、おいしい。ナスうまいね、ナスうまい。うん、うん、うん、あ、うん、うん、熱いな、そんな、うん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 、熱うま、熱うま、いただきます。うん、うん、おいしい、たまらんね。うん、やっぱカレーがいいね。うん、最高です。はい、ということで本日の最後まで無駄なしまかない道場ご紹介ことにありがとうございます。本日ですね、夏野菜カレー時短ですねの作り方、これ動画にしてみました。ということで皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票を入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。よい一日を。夏野菜いっぱい食って、今日ももりもり働くぜ、勉強するぜ、寝るぜ。じゃあね。